かね、なんかね、ちょっとトークショーは落ち着いて聞いていただけそうなので、皆さんぜひですね、あの選手に熱い声援をいただきたいと思います。さあ、ただいまからですね、このトヨタガズレーシングブースなんですけれども、ドライバートークショーを開催してまいります。で、こちらのトークショーの前にですね、少しご案内をさせていただきたいので、お耳を拝借したいと思います。さあ、まもなくですね、ご登場いただくのが19号車のお二人です。まあね、前線の鈴鹿では素晴らしい走りを見せてくれましたし、まあ、ちょっといろいろありましたけれどもね、いい結果を残してくれたんじゃないかなと、ポイント的にもいいところに来てるんじゃないかなというふうにも思います。この辺も聞いていきましょう。さてですね、今回の TGR ブースなんですけれども、今シーズン限りで引退を発表されました38号車 TGR チーム Z セルモの立川雄二選手一色でお送りしていきたいというふうに思っております。今シーズンですね、この富士を含めまして、あともう残りわずかなんですけれども、半分以上ありますからね、ぜひ38号車と一緒にですね、あの全 TGR チームも応援していただけたらというふうにも思っております。まずはですね、このステージ向かっていただきまして、左側でございます。2005年のシリーズチャンピオン車両 Z セルモスープラを展示しております。シリーズチャンピオンマシンとその当時の表彰台をバックに、ぜひですね、写真を撮っていただきたいと思います。そしてブースの反対側にはもう1台のシリーズチャンピオンマシンも展示しております。こちらは2013年の Z セルモ SC430 です。レクサスからも立川選手お疲れ様でしたというコメントが公式に発表されておりましたけれども、 SC のね、時代も本当に素晴らしい走りをたくさん見せてくれました。こちらもぜひご覧いただけたらと思います。ブランドを超えたね、コラボレーションもこういうことがない限りあんまりないので、ぜひですね、貴重な機会を皆さんも目に焼き付けていただけたらというふうにも思っております。そしてですね、その立川選手なんですけれども、その2005年と2013年、 Z セルモスープラと Z セルモ SC430 でそれぞれトップチェッカーをこの富士スピードウェイで受けてるんですね。なのでこれからの決勝もきっと熱い走りを見せてくれるでしょう。まあ、それを受けてね、昨日の石浦選手の予選すごいもう根性アタックだったなと思うんですよね。もう本当素晴らしい走りでしたから、今日もぜひね、このチームワークで乗り越えていただけたらというふうにも思っております。さあ、そしてですね、ステージ向かっていただきまして、右側にある TGR ドライバーミュージアムでございます。こちらもですね、立川選手一色となっております。こちら立川選手が使用されていたレーシングギアと、それからトロフィーなどなど、こちらもですね、展示しております。ご覧ください。そして応援フラッグもご用意しております。こちらもぜひ、書いていただけたらと思います。お疲れ様とか、もっと頑張ってくださいとかね、いろいろメッセージあると思いますので、直接我々が届けてまいります。さあ、そしてですね、あの立川選手のオリジナルの応援フラッグ、こちらもね、お配りしております。ちょうどこの辺り、ウエッツさんのね、あの物販の前ぐらいにね、フラッグをお渡ししております。こちらも記念フラッグをお作りしました。ぜひですね、このフラッグで埋めて38号車、盛り上げていきましょうよ。さあ、そしてですね、もちろん通常のコンテンツも目白押してございます。この式グッズショップではですね、今スタッフが皆様にお見せさせていただいております、この富士基地がまだあります。こちらですね、あの前回の富士でもうあっという間に売り切れてしまったので、ちょっと数増やしました。で、まだお買い求めいただけますので、今回ですね、ぜひゲットして一緒に帰ってください。そしてですね、こちらのハンディファンも、これもですね、これからの夏乗り切るのに、ぜひですね、お手元にトヨタガズーレーシングを感じながら、この夏乗り切っていただけたらと思っております。またカプセルトイなんかも2023年シーズンにブラッシュアップされておりますので、お立ち寄りください。さあ、そしてですね、あの立川選手への応援フラッグだけではなく、各チームへの応援フラッグもこちらもね、まだ募集しております。ぜひですね、これから決勝を迎えます全チーム、全12名のドライバーにですね、応援の気持ちを伝えていただけたらと思います。さあ、そしてですね、アップルミュージック、こちら、はい、これから出ていただくお二人にもですね、曲を提供していただいております。アップルミュージックとのコラボレーションでドライバーのプレイリストを作りました。ぜひね、こちらの方もダウンロードしていただきたいんですが、今ならこちらの QR コードを読み込んでいただけましたら、最大3ヶ月無料でアップルミュージックを楽しみいただけますのでね、ぜひこのレースシーズンたっぷりね、聴いていただけると思います。よろしくお願いします。さあ、そしてですね、この後なんですが、皆さんお待ちかねのトークショー、国本選手、坂口選手にご登場いただきます。そして10時10分からは監督トークショーも行ってまいります。今回はどんなお話になるんでしょうか、こちらもご期待ください。そして12時からはですね、 TGR スペシャルビンゴ大会開催してまいります。この景品なんですが、この後ステージにお越しいただきます19号車のお二人のサイン入りグッズが当たります。というわけでですね、もうドライバーが用意されてるみたいですので、皆さん大きなご声援でお迎えください。お呼びしましょう。さあ、それでは参ります。 TGR のチームウェイズスポーツバンド、国本雄二選手、そして坂口瀬戸選手、ようこそお越しくださいました。
もう立川さんメインですよね。そうなんです、ごめんなさいね、はい、もう今シーズンは我慢してください、もうしょうがないので。でもやっぱりお二人ともびっくりされたんじゃないですか、立川選手引退の話は。びっくりしました。ツイッターで僕は知って、一緒にその時いて、おはいはい、付き合ってる、はい、え付き合ってるとか、付き合ってるデート中、デート中急にその話したんで、なるほど、浮気がバレたかと思いましたキャーって言うんで。いやいや一緒にいたっていう。いやでまあまああの一緒におられて、その時にツイッターをご覧になって、まあそれ僕演技で実はちょっと前から知ってたんです。そう本当本当何チームを、まあ、ほんのちょっとだけですけど、ほんのちょっとだけあの SNS に出るほんのちょっとだけ前に知ったんですけど、まあ衝撃でしたね。なんかこう立川さんがいない GT っていうのが想像つかないので、はい、ね、なんかちょっと今シーズンねロスになっちゃう人もね生まれちゃうんじゃないかと思うぐらい、正直ドライバーとして国本選手どうですか、まだいけるんじゃないかと私は思った。いやいや全然、はい、ね、はい、このタイミングでその引退を決意するっていうことの勇気ってすごいことだと思うんですよ。そうですね、はい、かっこいいですね。かっこいいですね、なんか会見もかっこよかったですよね。かっこよかったです。なんかああいうのを見てやっぱりこう自分も、まあ、いつかはね、その大谷翔平さんも言ってるぐらいだから、いつかは降りなきゃいければいけない日が来るわけじゃないですか。そういうのって思ったりします。いやずっと恐怖と戦ってます。そうですよね。いや自分で降りれるならいいですけど、うん、僕の場合降ろされる方が、いやいやいや、可能性が高そうなんで。そんなことない、そんなことないですよ。怖いです。はい、いやでも本当にね、なんかまあドライバーたちの中でもこう話題を呼んだというか、やっぱこの話で持ちきりになったんじゃないかなとも思いますけれどもね。まああのとはいえ、とはいえライバルだから、ね、コース上ではライバルだから負けてられないですよ。そうですよ、はい、がっつりガードしていきましょうよ。はい、はい、というわけでですね、まあまず、まあ、せーのこの前ですね、鈴鹿の450キロ6月のレースではですね、優勝おめでとうございました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。まあちょっといろいろありましたけれども、であのね、あのバード正監督がの写真がないって騒いでましたけれども、まあでもひとまずその予選結果も良かったですから、まあホッとされたっていうのが、まあレース的には本音のところかなと思います。いかがですか。そうですね、鈴鹿は予選も3番手でスタートから2番で、まあ、去年はずっとアウトラップとかスタートがすごく僕たちは苦手があったんですけども、うん、そういったところもすごく改善して、で、まあ、レースはあの2位、僕のスティントは2位で走っていて、はいはい、で、まあ、コンスタントに走ることもできたし、うんうん、その後坂口選手に代わってアウトラップで、はいはい、あの逆転できたので、うん、本当去年の苦手だったところが鈴鹿では僕たちの強みになって、はいはい、ここで逆転できたのがもうむちゃくちゃ嬉しかったですね。はい、まあ、アウトラップからっていうことはやっぱ熱の入り方がすごく良くなったということなんでしょうか。そうですね、まあ、そこをあの目標に今シーズンは開発してきたので、そういったところがあの本当にうまく重なって、なんかそうやってみんなの頑張りがあのうまくこう結果に現れるっていうのは一番やっていて嬉しいことなので、はい、今回の優勝はすごくなんか嬉しかったですね。いやもう特にやっぱりね、あの横浜勢、まあね、この TGR の中ではやっぱり1台だけっていうこともあってデータを集めにくいとかね、いろんなことを乗り越えてきて、まあ、この結果になったかなっていう感じもするんですよね。そうですね、うん、あとやっぱ7年ぶりっていうのもあって、いや本当に本当に、いや久々だなっていう、なかなかあのもうちょっとで優勝できるのにっていうレースがあの何レースかあったので、うん、あの本当に本当ですね、去年からね、はい、うん、あとはあの一緒にやってきたけど勝たせてあげられなかったメンバーも多かったので、はいはい、タイヤのエンジニアだったり、はい、一緒に組んだドライバーだったりっていうのが、でそういった部分ですごく悔しい思いをたくさんしてきたので、はいはいはい、そういうのもあってすごくあのグッときました。いやそうですよね、はい、なんかちょっとねあの時間かかりましたけれども、よしよしっていう感じだったのかなというふうに思います、はい、坂口選手いかがでしたか。いやなんかさっきこのトークショー始まる前に、はいはい、下ネタだけはやめてくれって言われたんですよ。だから国本さんすごい真面目な話してるなと思って聞いてました。喋ることない。ちょっとあるある。国本さんが下ネタを禁じたら何も話すことはないですよね。そんなことないですよね。今ちゃんと喋りましたよね。なんとかもうギリギリですできました。上手にできました。そうじゃなくて坂口選手、いやまあ本当にそのチームとして7年ぶりだし、はい、この、まあ、タイミングでといいますか、あのドライバーとしてこう立ち会えたというか、うんうん、ドライバーとして走れたことっていうのを本当に誇りに思いますし、うん、本当に勝ててよかったなと思ってます、ね、
ども、そこで、まあ、逆転できたという時にステアリングを握っていたのは坂口選手でしたよね。どうでした？あっち見てください、あのヒゲのおじさん。あら、ヒゲのおじさん、ちょっと痩せたんじゃないですか？あ、すごい。あ、すごい。等身大。あれ多分売ってるんですよね。嘘。売ってます、あれ。え、そのパネル売ってるんですか？売ってないですか？そのパネル売ってたところでいくらで売るんですか？いくらだったら買いますか、皆さん、逆にっていう感じなんですけど、どうしよう。5000円。あ、誰もいない。違う、みんな1万円と思ってたんだよ。1万円安すぎるよって思ってたんだよ。トークショーやるんで、ウェッツのトークショー9月。あ、ぜひぜひ。9月の1日でしたっけ、3日。ちょっと後から差し込むのやめてもらっていいですか？ちょっとあれ、クリスさん3日来ないんですか？ちょっと今、素人さん上がってもらうの禁止なんですけど。ですよね、はい、9月3日と10月1日ですね、はい、はい、で9月3日がどこ？あ、福岡。フォートバックス、はい、いいですね。大野、これはもう夜宴会ですね。宴会ですね。夜だけ行きたい。どこら昼から頑張ってください。夜だけ行きたいですね。あ、そうか、僕行けないんですよ。荷物選手行かないんだ、はい、何してるんですか？なんだろうね、スーってスーってじゃあこれはもう坂口選手が、はい、まあね、お兄ちゃんたちとこうワイワイ中津に繰り出す、お二人のこう会話が素晴らしくて、はいはい、ほぼ喋らない。あ、わかります、本当ね、わかります、わかります。2、3時間トークショーやるんですけど、そうですよ、ね、一言も喋らないです。わかります、わかります。マイクいらないです。そうですよね、しかもあんま中身がないんですよね、これ。いや、そんなことないですか？そうっす、はい。いや、でも絶対盛り上がることを受け合い、そしてこっちは栗本選手も行く。これ埼玉県ですね、はいはい、埼玉本店、はいはい、これ近いですね。ここからでも皆さん来れるかなっていう感じがしますね。え、いやいや、ね、セクシーじゃんけんってのあってね、はいはい、ネタあれ、何これ、それ下ネタ、下ネタ大丈夫ですか？ちょっとダメ、ギリギリダメ、ダメ、ダメ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ないよ。もうちょっとね、そういうことを言い始めるでしょ、怖いんですよ今 SNS で。もう速攻下ネタキャラになりますからね。ダメだ、危ない。今日もう桃色キャラになっちゃいますよ。危なかった。桃レンジャー、はい、まあ、まあまあトークショーではね、あのちょっとこちらはあの TGR 公式のステージなのであんまりこう脱線できないんですけれども、こちらも脱線しっぱなしなので、はい、ちょっと弾けた国本選手を見たいときはこっちのねカンポとマルゼンの方に行かれたらいいかなと思います。ぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあちょっとあのどこかに、あ、ありがとうございます、優しいね。なんかいいともみたいですね、いいともがここにありましたよね。ちょっと貼っといて、はい、そう貼っといてで、どこまで話したか分かんなくなった。そうそう、あのアウトラップはね、ごったん、そらもう今坂さんが来るからもういい話が途中で止まりましたよ。アウトラ、あ、そうですね、そうそう、アウトラップ、ね、で逆転した時は坂口選手が乗ってましたよねっていう。そうで、あの終わった後に、はいはい、あのまあ解析もしたんですけど、うんうん、もちろんアウトラップも早かったんですけど、はい、ピット作業もすごい早くて、いやでもね、はい、バンドピット速いイメージがある、うん、はい、すっごい、 いつでも安定して速いので、そうです、ミスもあんまないし、はいはい、でまた去年より今年でさらにレベルアップしてるような印象があるので、はいはいはい、かなり武器になるんじゃないかなと思ってますね、はい、確かに。でちょっとバンドのメカニックって結構ベテラン揃いのイメージがあって、すごいいぶし銀のこうピット作業をするなっていう感じ。だからそれはやっぱ若手の選手としても坂口選手的にもやっぱ安心できるところじゃないですか？そう思います、はい。で、そのなんていうんですかね、その一人一人のこうチームワークがしっかりしてるので、あ、こうあの若いあのメカニックさんもしっかりこうカバーしてくれて、はいはい、こう包んでくれるので、本当にうまくあのいってるなっていうふうに思いますね。そうですよね、うん、もう国本選手もね、もうパートナーシップ長いですけど、はい、やっぱりピット作業はもう絶対の信頼を置いてる。そうですね、あのでもあのベテランだけじゃなくて若いメカニックの方も入ってきていて、はいはい、そういう人たちがタイヤ交換とかもしてるし、はい、あとはもうテストが僕たち年間8回ぐらいあるのかな、うんうん、あの他のチームより多いんですけども、うんうん、その中でも本当に車はトラブルないし、うん、で毎回毎回タイヤ交換の練習をするんで、そういったところでもすごくあの良くなってるかなって思います。そうか、やっぱそこがまあ強みであり、まあ、ちょっとね、あのネガティブなところもしかしたらデータっていう意味であるかもしれないけれども、はい、テスト全部いけるっていうのはね、大きなアドバンテージですよね。そうですね、はい、なるほど、まあ、それがまあ今年の強さにもつながってるじゃないかという感じですよね、はい、で坂口選手聞いてますか？で今日、うん、
エンジニアの方が、はい、若いエンジニアに多分ちょっとミスしちゃったのか分かんないですけど、はいはい、ちょっとこうなんか教えてたんですよ、説教みたいなのしてたんですよ。その後ろでセナ君がその怒られてる人を笑って、変顔ずってて小学生ですね。悪いね、本当に悪いみんなやるでしょ。やるダメだよ、そういうのね。本当にもうあのやってもいいけど、多分ね、そうだな、16歳ぐらいでやめようか大人になってからやらないようにしようか。あ、そういうチームです ね、やっぱ本当にアットホームというか、もうホームですよね。もうなんか家族みたいな感じがすごくします。いやでも実際、まあ、今年蓋を開けてみるとですね、まあ、あの今回 の、 その、まあ、横浜勢の活躍っていうことを見ていても、やっぱりもうチームとして、まあ、車作りもすごく熟成してるんでしょうけど、やっぱり横浜さんとのこう今年マリアージュがすごくいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。マリアージュ、マリアージュちょっと今出ちゃいましたねいいんじゃないかなと思います。だって開幕から結構良くないですか、ずっと。そうですね、予選も決勝もマリアージュは結構いい。マリアージュは、はい、そうですね、まあ、去年一昨年から予選はすごくパフォーマンス高くて、うんうんうん、そこから、もう前からスタートできるってこと で、 そうです、ね、逆に課題がしっかり見えたシーズンだったので、うん、もうそこだけに集中して開発を進めたっていうのがすごくいい方向に行ってますし、はいはい、あとは優勝して僕たち三島工場と平塚工場に、はいはい、工場見学させていただいたんですけども、うん、本当にたくさんの方が僕たち の、 車に携わってんだなっていうのを改めて思って、またこの人たちを喜ばせるために頑張ろうかなって思いました。そうですよね、はい、あの工場行くとちょっとね胸がぐっときますよ ね、 ますね、はい、うん、坂口選手も実際その、まあまあ、タイヤっていうのももちろんそうなんですけれども、どうですかね今年 の、 その横浜に対して。いや、タイヤの進化がまずすごくて、すごい、うん、でタイヤの進化がすごすぎてちょっと僕らが車両の方で調整しきれなくて、最初そこでちょっと苦戦したんですけど、2日の時にこうようやくその横浜タイヤの強みみたいなのをさらに伸ばすような車の調整をエンジニアさんがしてくれたので、そういうやっぱこうね、さっきの何でしたっけ、なんとか銃みたいなことがありましたけど、相乗効果で結果が出たんじゃないかなっていうふうには思ってますね、はい。そう、実際乗ってて手応えっていうのは感じるんですか、その乗りやすさというか。そうですね、そこをまあ正直なこと言うと、もう一手応え欲しいなっていうのが、まだ伸びる、うん、鈴鹿の決勝中の僕のフィーリングだったんですけど、逆を言えばその分まだ伸びしろがある、ね、さらに横浜タイヤの性能をさらに引き出せる可能性があると思っているので、そのあたりは今後楽しみだなと思ってますし、昨日 の、 ロングもちょっと一発のスピードとかはちょっとやっぱサクセスウェイトとかでちょっと穏やかになっちゃったんですけど、うんうん、ロングのペースとか今までの富士よりも良さそうなので、うんうんうん、気配が変わってるんじゃないかなと思ってます。いや、ちょっと輝いてますよ、やっぱなんかやってくれそうって感じありますもんね今年。そうですね、うん、まあ、それを、まあ、裏付けるような結果を鈴鹿で出せたし、うん、中盤戦も力強く戦えると僕たちは思ってます。国本選手乗ってるこう違いというか進化っていうのは、こう乗り応えという意味ではあるんですか。ありますね、本当にコンスタントに走れるようになってきているし、はい、あとはまあなんていうのかな、細かい話でちょっと説明するのは難しいですけども、うん、だいぶ乗り味は良くなってきてるなって、うん、でもセナ君が言ったようにもう一伸びあると思うので、うん、そこを見つけられるように、そうすれば本当にシリーズタイトルも見えてくるんじゃないかなと思います、うん、まあ、それはどうタイヤエンジニア側と今車両と、そうですね、はい、なるほどなるほど。いやちょっとこれ本当にね、今年かなり楽しみにしているチームのうちの一つなので、ぜひね頑張っていただきたいです。まあ、でもこうなってくると、昨日ね、500、300ともに横浜勢が、まあ、トップ、まあ、まあトップというかポールポジションを取りましたけれども、やっぱりあ、全チームいい手応えなんだなっていうのの確信にもつながりますよね。そうですね、24号車は本当にここ最近予選すごく速くて、はい、でレースペースもすごく速いので、はい、逆にそこから僕たちは学ぶことができたので、向こうは、レースペースがすごく
前回第2戦の富士もすごく良かったですし、はい、岡山もすごく良くて、逆に僕たちはちょっとレースペースが劣っていた部分があったので、ここはちょっとタイヤじゃないぞって、あの車両でなんとかしなきゃいけないっていうなって、で自分たちを見つめ直すきっかけにもなったので、やっぱ24号車が速いのが僕たちにとってもプラスになったかなと思います。そうですね、はい、まあ、昨日の予選結果見てても坂口選手やっぱりちょっとスープラ勢が苦戦する中、59号車結構上の方にいるっていうね。59、うん、あ19号車19、あ、うん、そうそうそうですね、はい、まあ、予選はその常に上位で今まで来れてたので、うんうん、まあ、そのあたりはまだあの作戦すると厳しいとはいえ、ちょっと残っ、まだその力は残ってるかなっていうふうには思って、はい、まあ、でもあの、ね、昨日は、まあ、あとちょ、ほんとあとちょっとで Q1 通れそうだったので、そうですね、はい、まあ、でもあのグイモさんもいいアタックしてくれて悔いはないと思うので、はい、まあ、まあ決勝も期待したいなと思います。そうですね、ちょっと今日まさにちょっとね天気不安ですけれども、まあ、あの逆に言うとチャンスなのかもしれないので、こちらの方で、ね、応援していきたいなというふうに思います。まあ、ちなみに昨日あの某36号車の、ホスピタリティにちょっと遊びに行ったら、早いわ19って言ってました。19早いわって言ってました。横浜どうしようって言ってましたよ。本当ですか？言ってました。なんかおーと思って、なんかトムスがおーそんなこと言ってる、おーと思って、まあ、て意識してくれるのは嬉しいこと。いやいや、はい、本当、はい、ちょっとね沸き立ちました。はい、というわけでですね、あのトークの方も尽きないんですけれども、ここからはですねキッズプレミアムシートでご覧いただいている方からの質問をお受けしていきたいと思います。あらかじめ、こちらでですね抽選をさせていただきました。まず一人目はゆりあちゃんです。はい、質問お願いします。昨日の夜と今日の朝は何を食べましたか？勝負飯何食べましたか？あれ、昨日の夜何食べたっけ？ちょっともうやばいっすね僕はね、僕も出てこないっすね。いや、うなぎ食べたいなって話したんですけど、え、なんか、あ、中華料理です。あ、そうだ、中華、はいはい、中華中華料理食べました。おお、ガッツリと、はい、あの辛い麻婆豆腐食べて、あ、いいです、夏なので。あ、いいですね、はい、で朝はまだ食べてないです。あ、そうなんですね。でもあの和食ですね、朝は。和納豆、福島選手結構和ですよね、はい、朝、はい、納豆とご飯と鮭とこれから食べます。え、そんなの食べれるの？そんなちゃんと食べます、食べます、すごい。シェフがうち来てるんで、専属の。いいですね、はい、家から、家から、はい、あ、家から、あ、家から、そうですね、あの皆さん、そうです、そうですからね、国元財閥の財力を使ってね、はい、専属シェフが来てるヘリですよね、ここまで。ヘリで、はい、そうですよそうですさあ、坂口選手は中、まあ、昨日は中華で、はい、もちろん同じで、で、あの朝ごはんもほぼ同じです。焼き魚とご飯と納豆、はいはい、シェフが来て、シェフ、うちのシェフが特別にテナ君にも作ってあげるらしいです、はい、さあ、楽しみだな、そのインスタ。結構なんか食の好み似てますよね。似てるね。そういうの大事かも。ちょっとこう健康的な日本食というか、なんかそういうのが好きだったりとか。結構セナ君健康オタクというか、うん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 、僕は好きで食べてるだけなんですけど、はいはいはい、結構なんか健康オタクで、うん、これを食べるとなんか腸がいいとか、なんか言ってます。健康オタクって、はい、あれですね、なんか現代のアスリートって感じしますね。いや、なんか、はい、まあそうなんですけど、うん、2人でこの健康ドリンクがいいみたいなのを言い合うんですけど、うん、僕ら何歳だっけみたいな。やっぱでもアスリートはね、本当体資本ですから、はい、そういう情報交換も大事なんじゃないでしょうか。はい、ゆりあちゃん、ありがとうございました。ありがとう。応援してね。はい、続きまして、りゅうとくんです。どこのチームに負けたくないですか？あえて言うならば全チームに負けたくはないと思うけれども、あえて言うならどこのチームに負けたくないか。止まっちゃった。難しいな。まあ、チームじゃないんですけど、はいはい、負けたくないドライバーっていうのはいて、うん、まあ、あんすごい仲があんま良くないんですけど、うん、牧野忠介だけには負けたくない。なるほど。因縁です。因縁のね、はいはい、そうですよね。しかもね、長いからね、もう長い、親と同じぐらい一緒にいるんじゃないっていうぐらい。そうなんすよ。でもう同じレース出るんでね。そうですよね、毎回邪魔してくるんで。そう、はい、はい、もう本当困ってますけど。ですよね。知ってる、忠介、牧野忠介知ってる？あ、知る、はい、応援したらあかんで。応援したらあかん。ほんまにあいつ悪いやつや。嘘です、ごめんなさい、嘘です今乗っかりました。そんなことないです。いや、でも本当にね、もう関西で子供の頃からずっとバトってきたって
ていうね。そうですね、あのカートの時は同じカートチームだったんで、はいはい、まあ、僕の親父のカートチームなんですけど、うん、なのでもう癖とかも知ってるし、なんかもう全部知ってるんですけど、ちょっと戦いにくい。逆に逆にそうですね、あとこっちも知られちゃってるから、はい、まあもちろんそうなんで、はい、まあでも一回もなんていうんですか、揉めたこともないし、おうおうおう、あのバトルもお互いクリーンだと思ってるので、うん、あの本当にいいライバルだと思ってます。いやすごいね。そうですよね、そのカートの世界ってほら、あの上り詰めていく人も少ないから、ずっと同じメンバーと戦う可能性っていうのが高いスポーツですよね、やっぱりね。そう思います ね、 ね、はいはい、他の選手もそうですからね、やっぱり。そうですよね、他のどの世代でも。そうです、そうです、はい、国本選手は。いや僕あんまいなくて、はいはい、強いて言うなら昨日の自分。ダッセダサすぎて雨降ってきました今何がダサかったって昨日の自分って言った時のドヤ顔言うたったみたいな顔いやいや、かっこいいですよ。いやいや、いないです。でも本当に本当にみんなに負けたくない。同世代っていうと、まあ、さっきの話で言うと野尻くんかな。あカートの頃から、はい、途中はだいぶ違かったんですけど、カートは野尻くんとかぐらいですかね。そう、なんか国本選手世代ってちょっと空くというか、はい、そうですね、あの密なところもあるんですけど、はい、ちょっとなんかね少ない世代な気がします。そうですね、はい、そうかそうか、なるほどね。じゃあ昨日の自分に戦ってくれて、ね、はい、勝っていただけたらと思います、はい、ありがとうございます。リュウタ君ありがとうございました。ナイスな質問でした。はい、続きましてゆかりちゃんです。レースのどんなところが楽しいですか。レースのどんなところ、やっぱなんかみんなとこう一生懸命話し合ってやってる時が最近楽しいなって思いました。あのミーティングミーティングして、ああだこうだ言って、こうじゃないああじゃないとかやってる時がすごく僕は楽しいなって。運転してるのはもちろん昔から楽しいんですけども、最近プラスアルファそうやってみんなと一緒に、目標に向かって戦うっていうところが、楽しいですね。チームワーク、はい、いやそうですよね、はい、なんか仕事してるなって思います。おー、はい、その作り上げてるなって。そうです、はい、お金も嬉しい、まあ、それはね職業ですね。さっきあの裏で下ネタとお金は禁止って言った、はい、いやいやもう出したの今ね本当にいやでも本当まあね、そのミーティングであったり、まあ、関わってる人数が多いスポーツですもんね、はい、まあ、そういう意味で言うと、そうか、そのミーティングの時間が楽しくなってきたっていうのは、それも強さの秘訣になってるのかなっていう感じもしますね。そうですね、はい、ありがとうございます。坂口選手いかがですか。なんかあんまりこう性格よくは映らないとは思うんですけど、はいはい、こう上に立つことが結構やっぱりレースの醍醐味で自分の好きなとこかなって思います。もう本当に残酷なぐらい順位が出ちゃうんで。そうですね、そこでこうやっぱ自分が負けてるとすごい悔しいし、うん、逆に勝ってるとすごい気分がいいし、うん、なんかそういう、こう刺激的なところに惹かれてるんじゃないかなって自分で思いますね。いやでも強烈な成功体験じゃないですか、はいはい、ここにいるだからレーシングドライバー以外のみんなが見たことない景色を2人は見てるから、うん、それってすごいことなんだろうなって思うんですよ。でこうそこだけで1対1の対決じゃないじゃないですか。そうです、ね、1対1対1対で GT だったら500だったら15台いるわけで、その中で勝つっていうのはかなりこう確率論的に確率的にすごい低い話なんですけど、それでも勝ったっていう時の、まあ、嬉しさっていうのを、うん、でしかも一緒にこう戦ってきたチームのメンバーと喜びを分かち合えるっていう、この刺激的なところにかなり惹かれてるんじゃないかなと思ってますね、はい、いやでも率直なご意見ありがとうございます、はい、もうみんなで、でも本当はみんながそうなんじゃないかなと思うんですよね、やっぱりね。そう思います。みんな負けたくないし、勝つとすごい気持ちいいし、だってあの人数の前であんな高いところで表彰される経験ってないですからね、普通に生きてるとね。やっぱすごい、そう思います。はい、はい、本当ありがたい、ありがたい景色を見させてもらってるなっていう、自分の能力以上に。いや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 、能力がないといけない世界だから、本当にそれもね含めて私たちは自分の夢を乗せて応援できるっていうところもあるからね、ぜひそういうところを見せてもらいたいなと思います、ね、やっぱあのコロナ禍で、はい、あのお客さんがいなかったじゃないですか。あの時のやっぱ表彰式とか、まあ、なんかこうレース終わった後のとかってやっぱ寂しかったので、やっぱりたくさんのお客さんに見てもらって、
あの祝福してくれるっていうのが、まあ、ちょっと、ね、自分ばっかり申し訳ないですけど、いやいや、すごいなんか嬉しい気持ちになるので。でもね、立川さんも同じことおっしゃってたんですよ。あのコロナの時の表彰式っていうか、あの感じが本当に強烈に寂しくて、あのファンのありがたさを再確認したって昨日まさにおっしゃってて、なんかね、やっぱりみんなそうなんだなって思いました今。うん、だからいっぱい来てください。本当ですね。さあ、ゆかりちゃんありがとうございました。ナイスでした。はい、最後です。まさきくんです。運転してるとき怖いですか？もちろん怖いときもあります。いろんな状況があるんで、まあ、普通に走ってるときは怖くないけど、まあ、怖い時もあります。やっぱり大きい、300キロで走ってるんで、接触すれば大きなクラッシュになるし、命を懸けて走ってるんだなって思います。重い言葉ですよね、はい、本当に。例えば最近とかだと、まあ、これからもちょっとあれですけれども、健康がね、はい、荒れてくると、まあ、スーパー GT はまだちょっとライトとかもありますし、まあ、台数多いのであれですけど、スーパーフォーミュラとかね、もうライト、なんていうかブレーキランプ、はい、ないとか、そういうのも含めて、いや、すごいなと思うんですよ、本当に。そうですね、うん、雨だとやっぱり前が何も見えなくなってしまうんで、そうそう、うん、なんかもうちょっと安全性に車を振ってもいいのかなって思います。はい、そうですよね。やっぱそのドライバーの能力っていうところに頼りすぎてるところもあるのかもしれない。今なんかね、まあ、いろんなこう岐路に立ってますけれども、はい、そういうところも多分オーガナイザーは頑張って改善してると思いますけど、本当にね、本当に大変だと思います。ね、はい、最近あとクラッシュが結構続いてるんで、ね、はい、またちょっと気を引き締めて。そうです、はい、うん、はい、ありがとうございます。坂口選手いかがでしょう？まあ、乗ってる時は怖くないんですけど、なんかタイム出なかったり結果出なかったり失敗しちゃって帰ってきた時の目線が怖い。お偉い方々の目線が怖くて。あれ、マサ監督そういう時どうなんですか？あ、マサさんは全然気にすんなっていう感じなので、すごく温かく、なんていうんですか、受け入れてくれる感じはもちろんあるんですけどね。まあ、でもとはいえやっぱり、ね、失敗したり、ね、結果が出ないっていうのはドライバーがまず、責任を負う必要があると思うんで、そこがやっぱり怖い。なので走るときはあんまり怖くないなって思います。はい、その辺もね、ちょっとこうドライバーによって感覚が違うところなのかもしれない。とはいえね、やっぱりね、うわって思ったりとかするところはたくさんあると思うんですよ。ただまあ、それをね、やっぱりバトルなので、こうそのわって思う気持ちに打ち勝って、次またアタックしなければいけないっていうところもね、あると思います。まあ、なんかドライバーはね、いろんなものを背負って走ってると思いますけれども、まあ、それを超えて私たちに感動をくれるとも思ってますので、ぜひ今日もいいレースを見せていただきたいと思います。さあ、というわけでですね、まさきくんありがとうございました。皆さん、拍手お願いします。はい、ナイス質問でした。さあ、というわけでですね、貴重なお話本当にありがとうございました。ちょっとお時間の方もやってまいりましたので、最後にファンの皆様にメッセージをお願いしたいと思います。さあ、国本選手からお願いします。はい、予選はちょっと惜しくも Q2 に進むことができずに、昨日はすごく悔しかったんですけども、今日は追い上げるために気持ちも切り替えて、いいレースをしたいと思います。この後ちょっと雲行きが怪しくなってきて、もしかしたら雨のレースになるかもしれないですけども、しっかり雨降ってきたのかな、しっかりと来ましたね、今しっかりと力強いレースを皆さんに見せられるように、夏休みらしいいいレース、したいと思います。頑張ります。はい、ぜひ頑張ってください。いい走り期待してます。坂口選手お願いします。はい、勝負の中盤戦に差し掛かっていると思います。はい、この難しい天候も味方にして、頑張りたいと思いますし、観戦してくださっている方々、雨でちょっと T シャツ濡れるかもしれないですけど、なんかあのブースになんかすごいかっこいい T シャツがいっぱい売ってるような気がするし、なんか僕らと同じ T シャツもあるのかな、カッパ、なんだあれ、あ、ポンチョ、ポンチョ、ポンチョもあります、ポンチョもあります。あー、あれめっちゃいいっすね。あれはいいわ、あれはいいわ。なのであれを買っていただいて、はい、ぜひ応援してください。はい、よろしくお願いします。ぜひ、あ、傘もあります。T シャツもある、傘もあります。もう全部ありますわ。もう長靴、長靴はない、長靴はない。長靴は、ね、はい、次回、じゃあ、はい、次回来年作りましょうかね、はい、ね、次のレースで作ってくれると思います。はい、はい、傘も開けてくれました。はい、パーッと開いた、ね、パーッと開きましたね、今持ってる、あの
いですね。あ、持ってくださってる。ありがとうございます。ありがとうございます。ここにいっぱいサインしますんで、僕たちも、はい、ぜひ買ってください。ぜひ買ってください。はい、はい、さあ、というわけでですね、お忙しい中お越しくださいましたお二人に大きな拍手をお願いいたします。本当にね、いいレースを期待しております。 FTGR チームエッツスポーツバンド、天本裕樹選手、そして坂口星奈選手でした。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。